こんにちは、柳沢です。今回は取れるんだけどすぐに取らない方がいい詰碁3選というテーマでお話をしていきたいと思います。やはり囲碁というのは石を取るのが気持ちいいですから、取れる石があったらとりあえずすぐ取るという方も少なくないと思います。しかし今回はすぐに取らない、取る前に一工夫していくという詰碁を集めました。柔軟な発想が養われるのではないかなと思いますので、ぜひ取り組んでいきましょう。さあ、それではまず左側の問題です。これはこの白4子が当たりですね。この4つも取ることができますから、とりあえず喜んで取ってしまう方が多いんじゃないかなと思います。しかしこれは抜き跡の状態から白に切りを打たれる手がぴったりで、これ繋いで守りますと白も繋いでいて、ちょうどこれ死んでいるという形になります。なので黒はここでコウに弾いて粘るしかないということになってしまいます。ではどうするかということなんですが、解いてみたい方はぜひここで一時停止するなどして考えてみてください。まず先に失敗図から解説していきたいと思います。初手ここに切りという手を発想された方いらっしゃると思います。これ素晴らしいセンスです。鋭い手なんですが、もしねこれ白が取ってくれれば、この4目を抜いた時にちょうどこの白が当たりになるのでうまいということになるんですが、白こちらではなくってここで受けていく手があります。これによって黒が4子を抜いても全然ここに響かない形になっています。ではどうするかということなんですが、もうお分かりでしょうか。正解はこちらですね。これ当て込みかな、当て付けかな、囲碁用語は。はい、こちらにこの一番自分の石が危なくなりそうなところに飛び込んでいくというのが正解なんです。これで取られてもこの4子を抜いた時に、まあ、白はこちらもこちらも当たりですから取りで受けるしかありません。それから黒は、まあ、こうでもこうでも受けておいて生きるということになります。ちなみに白がここで次を打ってこの団体を全部捨て石にしていくとどうなるのかということなんですが、この後真ん中に置いていくという手は、まず黒つないでも大丈夫ですね。ここの目を取られたとしてもこちら側にもう一眼作る余地があるので大丈夫です、まあ、あるいはここでこちらに受けておいても大丈夫ですね。切られてもここだけでも二眼できていますから、これはさすがに黒大丈夫ということです。ということで、いきなり取らないでまずここから行くというのが妙手ですね。さあ、続いては右側の問題に行きたいと思います。こちらもぜひ考えたい方は一時停止してみてください。それでは解説していきたいと思います。まずこれ取れる形ですが、当然取るのはダメですね。白にこちらに打たれまして、ここは欠け目だし、こちらはこれ5目中での状態になっています。これは黒がいけません。ということで、まず初手はこちらです。で、まあ、白としてはこの3目は助からないので、こちらを伸びていきます。さて、ここでもどうするかちょっと考えるポイントを作りたいと思います。最初の状態からは難しかったけど、こっからならできるかもしれないと思われた方はぜひここからの結末を考えてみてください。さあ、ここももちろん3目をすぐ取っていくのは3目中手にされて、次に2目を取ってもまた打ち欠きによって目を取られまして、黒はまずいということになっています。ということで、これ以外の選択肢の場所が正解となるわけですが、他の手はもうここしかありませんね。これが正解なんです。これで白が外側から詰めてきたら、ここでついに取ります。これでこちらの2目とこちらの3目を同時に取ることができますので、こちらに来れば2眼で生きると、白がこっちに来ればこっちに目を作るという見合いで生きることができます。で、これは白がこの2目を取ってくる手はまた放り込みまして、まあこれ取られてもまた取っていって、これはもうたくさん石が抜けてますので、もう石の下とかには全然ならないですね。ということで、この問題はすぐに当たりの石を取らないで引きつけて、でここでも取らないで引きつけて、最後の最後に両方同時に取るというのが正解でした。さあ、では最後はこちらの問題です。これは僕がすごく好きな問題です。初めて見た時はとても感心しました。まあ今白がここに放り込んでいる状態なんですけれども、もちろん取るのは追い落としにされて取られていまして、この4目が取られた上にここにも目ができることになりますから、白が完全に生きています。ではどうするのがいいかというと、初手まず後ろから逆に白を当たりにしていきます。これで白がこの1目を取ってこの当たりを防いでくれば、黒取り返しまして、で、そして自動的にまたこの白4子が当たりになります。で、また白が取ったら、つなぎで追い落としを解消することができました。この白石を取らないで逆にこの黒を取りなさいと。これわざと取らせることによって逆に全体の黒が助かるという面白い形です。
ただこの問題はまだ続きがあります。白も取らないで冷静に繋いでおく方がより良い抵抗となります。さてこの後黒はどうするのでしょうか。ここまで来たらもう取るしかありません。で、追い落としではあるんですが、ここの目がね、先に潰れているというのが大事なポイントです。あとはこの部分は確かに黒取られてはいるのですが、石の下で白の目を奪うことができます。一旦取らせた後に白の目を奪う手段があります。ぜひこれも読みの練習として考えてみてください。まあ、ここで黒の選択肢はこう繋いでいっぱい取らせるか、こちらに繋いで4目を取らせるか、この2択ですが、さてどちらの方がいいんでしょうか。これはまずこちらの次から解説していきますと、これで4目を取らせた後にここに打つ手段があります。しかしこれは白にコウに粘られてしまって不十分なんです。黒にとってもっと良い手があります。つまりここでこの4目を助けて、まあ助けてというか助けれてないんですけれども、わざとこの6個に増やして取らせるというのが正解です。そしてこちらの急所に打ちまして、これ白がどうやっても二眼できない状態となります。このような6個の形で取らせて目を奪う死活というのは他の実践的な詰碁でも出てきますので、またそれもね別の動画でご紹介したいと思います。要するにこれは問題の中でしか出てこないファンタジーのような手ではなくて実践的に使える手段ですので、そのつもりで引き出しに入れておいていただければと思います。さあということで3問見てきましたけれども、やはり今回伝えたい大事なメッセージとしては、当たりだからといって反射的に取るのではなくて一呼吸置いて考えてみましょうということですね。これらの問題たちを通じてそのあたりを感じ取っていただけたら嬉しいです。ということで今回は以上です。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録ぜひお願いいたします。コメントもお待ちしております。そしてオンラインサロンの募集を行っております。ぜひ概要欄の方からチェックしてみていただけると嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。